皆さんこんにちは。美人なバレーボール選手といえば必ず名前の上がる滝沢奈々恵さん。2017年11月に放映されたテレビ番組で突然レズビアンであることをカミングアウトしたことで大きな衝撃を世間に与えました。そんな滝沢さんは人を愛せない病気なのではと悩んでいたこともあったそうです。現在はパートナーの方と婚約し幸せに暮らしているようです。そんな彼女のことについて経歴とともに紹介します。1987年9月22日東京都三鷹市に5人兄弟の3番目に三女として誕生しました。滝沢さんは母子家庭として育ち、小学校2年生の時に母親の影響でバレーボールを始めました。高校は全国優勝の経験もあり、全国屈指のバレーボール名門校である八王子実践高校へ進学します。同級生は服部あゆかさん、和田まりえさんらと共に春高バレーやインターハイに出場し活躍し、3年生の時にはキャプテンとしてチームを牽引し、全国大会ベスト8の成績を残しました。高校時代は学校から徒歩2分の場所で寮生活を送っていたそうです。9人部屋でプライベート空間として割り当てられた空間は一人用のマットレスと小さなラックのみだったそうです。強豪校でバレーボールをしていたにもかかわらず、バレーボールが大好きという感覚はなかったそうです。中学校高校は練習があまりにも厳しく、毎日やめたいと思いながらバレーに取り組んでいたようです。また寮生活ということもあり、プライベートがない上に上下関係が厳しかったり、本当に気が抜けるときは週1回三鷹の自宅に帰宅するときしかなかったと語っていました。自宅に帰るのに母親にやめたいと訴えていたそうです。しかし母親はじゃあやめればと言って引き止めてくれないことが逆に悔しくて、もう少し頑張るわとなっていたそうです。滝沢さんの性格をよく理解していた母親だからこその発言だったと思います。そんな辛いバレーボール漬けの生活の中である高校の大先輩との出会いがバレーボールを続けるモチベーションを保たせてくれたそうです。それは八王子実践高校の OG で元日本代表であった三谷優子さんとの出会いであったことを語っていました。春高バレーのコーチングキャラバンという企画で指導していただいたことがすごく刺激になり、とても厳しかったですが、その厳しさの中に本当に私たちを勝たせてあげたいという気持ちが伝わって辛くても頑張れましたと述べています。そんな滝沢さんは1年生の時からリベロとしてレギュラーで活躍することができ、在学中には全国大会ベスト8の成績を残すことができました。2006年には高校を卒業し、 V リーグ1部のパイオニアレッドウィングスに入団し、2007、2008シーズンからは開幕戦に初出場しました。しかしパイオニアレッドウィングスには吉田真美さんという不動のレギュラーがいたこともあり、出場機会には恵まれませんでした。2009年6月には出場機会を求めてパイオニアレッドウィングスを退団し、同年7月には V リーグ2部のアゲオメディックスに移籍しました。アゲオメディックスではリベロとしてレギュラーを獲得し、2009、2010シーズンにおいてチームの準優勝に貢献しました。しかし2010年になると社業専念していた関舞さんが現役復帰したことに伴いスタメンから外れることが多くなり、2010、2011シーズンはついに一度もスタメン出場できることはなく、悔しいシーズンとなりました。その後2013年7月にアゲオメディックスを退団することが発表され、現役引退しました。滝沢さんといえば2008年のテレビ番組スポルトで紹介されたことがきっかけで知名度が上がり人気選手となりました。その内容はリアルヴィーナスとして美人であることが特集された番組でした。2017年11月に放映されたテレビ番組衝撃のあの人に会ってみたに出演し、東京都内の女性限定のトレーニングジムで美尻専門トレーナーとして勤務されていることが紹介されました。さらに同番組内で同性愛者であり年下の一般女性と交際していることをカミングアウトし、世間に衝撃を与えました。また別のテレビ番組では MC のお笑い芸人のチュートリアル徳井よしみさんから
ファンであったことを伝えられ、日本スポーツ史上最高の美女として紹介されていました。この時、現役時代にはファンから自宅に署名捺印入りの婚姻届が届いたこともある。驚きのエピソードを明かしていました。同性愛者をカミングアウトすることで多くの不安があったそうです。家族にも言えず、変に捉えられるんじゃないかと怖かった部分もありましたが、今後は堂々と、私はこうですと明るく生きていきたいと語っていました。パイオニアレッドウィングスに入団した時は、まだ自分が女性を好きであることに気がつくことができずに、男性とお付き合いをしていたそうでしたが、私は人を愛することができない病気なのかと悩んでいたこともあったそうです。しかし、アゲオメディックスに移籍した後に、私は女性が好きなんだということに気がついたそうです。そしてアゲオメディックスに在籍している時に、初めて女性とお付き合いしたそうです。カミングアウトしてからは滝沢さんの生活が大きく変わることはなかったそうです。しかし、自分の殻を破れた感覚があり、素の自分でいられることで生きやすくなったそうです。以前は職場などでもプライベートについては触れられたくなく、なんとなく距離を取ることもあったそうです。カミングアウト前は自分のセクシャリティを隠していたので、出会いは SNS やマッチングアプリなどがほとんどだったそうです。しかし、オープンにしてからは現在のパートナーとは自然と出会うことができたそうです。今のパートナーはストレートの人だったこともあり、最初は拒まれていたそうですが、熱心にアプローチすることで受け入れてもらえたそうです。また、同性愛者を公言していることから、ストレートの人からよく夜の営みに関する質問をされるそうです。同性同士ってどうしているのと言われるそうですが、滝沢さんは、男女と同じですよ、自分も同じ体をしているので、どうしたら気持ちいいとかなんとなく分かっているのでと答えています。そして、2018年にはパートナーであった坂本伊織さんとの交際3年と同棲を経て婚約を発表しました。現在はパートナー、愛犬と共に幸せに暮らしている滝沢さん。仕事や婚約者、友達との交流など、ざっくばらんに自身の SNS などを通じて発信しています。それには、同性のパートナーと楽しく生きている人がいることを伝えたいという思いがあるそうです。滝沢さんは、この10年でセクシャルマイノリティに対する社会の反応は随分と変化していると感じている一方、悩んだり苦しんだりしている人もたくさんいると話しています。そんな生き方に迷ったり苦しんだりしている人たちに向けて、セクシャルマイノリティであっても、それを隠さず社会で生きている人がいるんだよと伝えたいと語っています。今後も滝沢さんは、少しでも自分らしくいれる場所を作ることを伝えるために発信し続けるそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。